国土地理院、国土地理院、国土地理院、英語、ジョスペシャルインフォーメーションオーソリティオブジャパンは、国土交通省設置法及び、測量法に基づいて、測量行政を行う、国土交通省に置かれる、特別の機関である。日本国内における、すべての測量の基礎となる、測量、基本測量を自ら行うほか、国土地理院以外の国の行政機関や、 公共団体が実施する公共測量の指導、助言を行う。また、地理空間情報の国際標準化や国際連合地名標準化会議、地理学的名称に関する国連専門家グループなどの国際会合への参画、宇宙測地や重力測定の国際的事業への参画など国家地図作成機関としての国際協力も担っている。また、測量士試験、 測量子保守兼、測量子登録行政も行っている。一般に国の基本図である地形図の発行元として知られ、これを元に測定、公表される全国都道府県市区町村別面積庁は地方交付税法に規定する地方行政に要する経費の測定単位に関する数値の算定基礎として用いられている。また、災害対策基本法、 第2条第3号及び武力攻撃事態法、第2条第4号に規定する指定行政機関として、地震、火山噴火等の災害時や武力攻撃事態等において、地形図や空中写真をはじめとする地理空間情報の提供や GNSS 測量などによる災害観測も行う。1869年6月、明治2年5月に、 民部官所務士戸籍地図係として設立されたのが行政組織としての起源であるが近代政府としての測量を地図に関する制度的な行使としては明治元年12月24日に行政官から府県諸行に対し発生された管轄地図を判例等について詳細に指示した上で調整させる胸の沙汰にまで遡ることができる。 古石地図係は、翌1870年、明治3年には、民部省地理市へと、拡充、1871年、明治4年に、民部省が廃止されて一時期、大蔵省租税料へ管轄が移った後、内務省が設置された1873年、明治6年の翌年月には、大城官たち、大蔵省中古石、土木、液体の産業及び、租税料中地理、 官能の事務を内務省にこう割り、せしむにより、同省に地理領が発足した。その後、同年8月に発せられた、大上官たち、内務省中測領司を廃止地理領へ、領地化を受け機内し所管地資家を地理領に、平巣により、内務省発足に伴い工部省から引き継いだ足氏、測領司明治4年8月14設置及び大上官、聖院内市地資家、 明治4年6月8日に設置された大乗管制評価を源とするの業務等を遺憾統合しつつ、1877年、明治10年に大乗官たち第3号、各省中書量を廃止局を設、消し胸により内務省地理局と解消され、全国大三角測量と地籍調査の実施を主要業務とした。一方で、1871年、 明治四年七月、兵部省に、木蜜図図りごと23絵師地図精子を編集しなみに、艦長通報等のことを、手のひらることを目的に、陸軍参謀局が設けられ、平時にありりこれを諸地方に文献七里を測量、締め地図を、聖、するのようにともすることとして、艦長隊が置かれた。翌年の月に、部省が、陸軍、海軍両に分割された際には、 陸軍省参謀局として存置されたが、1873年、明治六年四月、陸軍文庫、測量地図、海図彫刻、兵士並兵下生士集め集を司る、陸軍省、第六局、翌年再び参謀局と、解消となった。さらに、1878年、明治十一年十二月、陸軍省参謀局が廃止され、参謀本部が設置されたのを機に、 同部の地図化、測量化として、拡充、解消された。このように、一時期日本における測地測量は、内務省地理局と参謀本部測量化により二元的に実施されてきたが、1884年、明治17年6月26日、一連の大上官たち、内務省所属大三角測量事務を参謀部に引き渡しを呼び、 内務省所属大三角測量事務を参謀本部に受け取り、によって、大三角測量業務は参謀本部の管轄に移管され、内務省地議局は、囲碁地編纂を主な業務とすることとなった。これに伴い、同年9月に参謀本部の地図化、測量化が測量局へと拡充された後さらに、1888年、明治21年5月、 陸地測量部条例明治21年5月直令第25号の制定をもって参謀本部の一局であった測量局は分離して本部長直属の独立官庁である陸地測量部となり以後1945年昭和20年の終戦時まで全国規模の陸地部における測量を統括するという原則が継続され同年の東京大空襲を受けて 長野県松本盆地に各部署ごとに分散疎開した。終戦直後、陸軍参謀本部第二部参謀渡辺忠少佐の戦後の復興にも地図作成機関が必要として文民組織へのいつ早い切り替えの努力により内務省完成中改正の件昭和20年直令第502号の施行をもって陸地測量部令 昭和16年直令第505号、明治21年5月直令第25号の全部改正の廃止とともに、陸地測量部は消滅、終戦2週間後の1945年、昭和20年9月1日付で、文民組織で、ア内務省地理調査所が新たに発足。貴重な資料、危機器は多くが戦後の混乱による散逸から免れた。翌年には、 疎開先の長野県から千葉県千葉市稲毛、旧千葉陸軍戦車学校跡地に移る。その後、昭和33年には東京、目黒に移転。1948年、昭和23年1月1日に建設ン地理、調査所、続けて同年7月10日に建設省地理調査所となり、1960年、昭和35年7月1日に、 現在の国土地理院と解消された。その後、1984年、昭和59年7月1日、国家行政組織法の改正により建設省の特別の機関に位置づけられ、さらに、中央省庁再編に伴い国土交通省の特別の機関となり、現在に至っている。本院は、筑波研究学園都市内の茨城県筑波市北号一番に、ある。 1979年、昭和54年に、東京、目黒から、現在時、当時は、筑波郡や田部町に移転した。1996年、平成8年6月1日に、地図や測量について、親しめるような施設、地図と測量の科学館を開館させた。国土地理院の内部組織は、一般的に、法律の国土交通省設置法。 政令の国土交通省組織令及び、省例の国土地理委員組織規則が、階層的に規定している。茨城県つくば市北号1番、測量法の施行に関する事務、事務全般に関する業務を行う。事業計画、研究開発計画の企画、立案、公共測量の指導、助言、測量の技術、管理の改善に関する事務、国際協力、 交流に関する業務、防災に関する企画、立案等を行う。基本測量における測地測量、基準点測量、地殻活動の異常な地域における、地殻活動の観測、地磁気測量、重力測量及びジオイド測量、超長期線測量等を行う。地理空間情報の管理、提供、地域連携。 地理院地図、電子国土ウェブ等に関する情報通信システムの開発等を行う。国土の地図の作成、地名等の資料の収集、処理、陸地の面積の測定、基盤地図情報の整備、空中写真の整備、更新、写真測量、リモートセンシングの即図技術に関する、業務等を行う。低地、火山、活断層、故障等の地理に関する調査図。 地形分類等の作成、防災及び環境保全に必要な地理空間情報の整備等を行う。電子基順点の運用、地殻変動の連続観測、測地に関する人工衛星情報の収集、解析、管理、提供、検証等を行う。地殻変動、宇宙測地及び地理情報解析に関する基礎的な研究を行う。管轄、 北海道、管轄、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県。管轄、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県。管轄、新潟県、富山県、石川県、福井県。管轄、岐阜県、静岡県、岡県愛知県、三重県。管轄、 滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県。管轄、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県。管轄、徳島県、香川県、愛媛県、高知県。管轄、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県。管轄、沖縄県、国土地理院の幹部は、 以下の通りである。透明や海峡名などについて、国土地理院と海上保安庁とが協議して名称を固定している。日本ではこの名称を正式名と呼ぶことになっている。場合によっては、住民も自治体も用いない名称が、この正式名として定められる場合がある。例、ヤ代島、須防大島、正式名では、ヤ代島。三名などについては、 このような制度はない。国土交通省の該当の項を参照。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。